はい、おはようございます。追加配信になります。1月26日朝6時の相場解説になります。今日はね、4時間と1時間の簡易版でお届けします。昨日ちょっと長い講義になりましたんで、ご覧いただいているのが4時間です。4時間はストーンとね、こっち落ちていきましたね。この流れがありますんで、右肩下がりということになります。で、肝心なことなんですけども、こことここがやっぱりね、113円の600あたりが本当にね、重要なラインになりましたね。もう私はね、ここをテイクプロフィットラインとして、セルでエントリーした時に使ったんですけども、これがね、ここまで生きるとはね、思ってました。思ってたんですよ。で、どういうことかっていうと、ここで黄色いフェーズがありますけども、横ばいに入ってるような感じだというふうに私は思ったんですけども、若干の右肩上がりの横ばいなんですよね。これを1時間で見ていただければと思います。はい。じゃあ1時間。簡易版ですんでね、今日は短いですよ。黄色で囲って、このレンジの中をうろうろするのかなと思って見てたんですよね。ですから昨日はここをブレイクしたんで、エントリーできるじゃないかって思ったんですけども、まあ様子を見ていましたらね、すぐに内側に入っちゃったじゃないですか。だからまあ、昨日はね、ブレイクしてここでエントリーしても全然良かったんですよ。まあそこそこね、10ピップスぐらいは取れたと思いますんで。まあけど、私は10ピップスを取りに行くよりも、じっくり見ていたんですよ。もし抜けるならもうちょっと大きく抜けるんじゃないかなと思ったんですよね。で、私はね、このレンジ、上底と下底を決めた時に、この黄色の中で推移していくのかなと大雑把に踏んだんですけども、どうも昨日の動きを見てると、こういう風なね、右肩上がりのトレンドを形成するんではないかなと。だから、横ばいというよりも、若干右肩上がりになっていくんではなかろうかと思ってます。ギザギザしながら、ちょうどね、フラッグを作るような形で、行くんではないかなと思ってるんですよね。こういう風な感じでギザギザ上がっていくと。で、こっちの方に抜けるか、こっちの方に抜けるかはわからないんですけども、その抜けた方向についていくという形で、横ばいのレンジをですね、ちょっとこう、斜めにして、このレンジで、抜けていく方向を確認しようかと思います。それが、まあ今日の相場解説になります。では、1月26日、水曜日ですけども、まあエントリーをするならね、今日か明日になります。今日はエントリーするタイミング見つからないかもしれませんけども、そうなったらね、明日この戦略で、このレンジ戦略で攻略していこうかと思います。では本日は以上です。じゃあありがとうございました。